国民の皆様方にお約束をしたもう無駄遣いはこれ以上絶対に許さないという立場で今一度、第3の段の事業仕分けに臨んでいきたい事業仕分けの第3段では特別会計について切り込むほかこれまでに仕分けを行った国の事業などについても再仕分けを行います。今回は民主党のの若手議員をを対象にプロジェクトチームの人選を行い 特別会計と再仕分けを担当するグループに分け今月中旬から各省庁のヒアリングを始めることにしています。